ビジュラビをご覧の皆さん、アクメです。イエーイ。イエーイ。はい、パステルグリーン担当ドラムのハルです。なんかの影響みたいなのこれ。ベースのリフトです。ギタージョーです。ボーカルのチサーです。はい。私たち。アクメは3月の29日に2021年、はい、一発目の新曲、うん、Come Back To You をリリースしました。これはいいよ、はい、うん、最高傑作出ました、うん、はい、うん、皆さん聴いていただけたでしょうか、うん、今のうちに聴いておいた方がいいですよ、うん、本当に、うん、そしてね、うん、あの、その新曲も出たという、はい、このグッドタイミングでね、はい、我々、うん、アクメ、はい、4周年ライブやりまーす。5月3日、はい、渋谷の、はい、ゴミの日ですね。ゴミの日、はい、我々みたいなね、うん、ゴミの日、5月3日、はい、覚えやすい、渋谷ツタヤオーウエスト、はい、で、4周年ワンマンがありますのでね、ぜひね、来ていただきたいのですが、うん、知らんもんね。まだ知らない人も多いと思うので、まあ そうね、はい、そこで、今回、ビジュナミ独占。お、独占、独占。ラッビジュナミ独占。動画。ビジュナミ独占、動画連動企画を行います。イエーイ。そこでね、そう、みんなのね、おすすめ楽曲をね、紹介して、ね、もらって、僕たちアクメのことを知ってもらおうかなという企画でございます。はい、題して、メンバーおすすめ、これだけは聞いとけ。うんうん、聞いとけ。ライジングサン。早っ。もう言っちゃった。始まり。いやいや、この後言ったのは違うからね。はい、ライジングサンも聞いといた方がいいですよ。うん、はい、各メンバー、それぞれからアクメ一押しの曲を紹介します。うん、アクメの予習ができればと思っております、うん、それでは早速そのおすすめの曲聞いてみましょう。動画はこの後も続けてご覧ください。はい、ギターの翔吾です。俺のアクメのおすすめの曲は嘘顔です。なんで嘘顔を選んだかというと、まあ見てもらえばわかると思うんですけど、屋上でね、夜の屋上で演奏シーンがあるっていう、それはもうずっと昔から撮りたい撮りたいと、夜の屋上で撮ってみたいって言ったのが叶った MV となっております。そんな MV を見てもらいましょう。それでは見てください。薄顔です。
今見ていただきましたのは悪夢の素顔でした。あ、5月3日のワンマンライブでやるかやらないかはちょっとわからないんですけど、また見てください。4周年ワンマンライブは5月3日祝日ですね。ゴールデンウィーク中です。蔦屋オーウエストであります。遊びに来てください。詳細は悪夢オフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後に悪夢の最新シングル Come Back to You を見てください。悪夢の翔吾でした。Because you're always there to hold me up. We belong.